すごいな。もうここまで本が仕上がったのか。うん、面白い展開だね。走り回ってた成果が出てると思うよ。よくあれだけの話からここまで膨らませられたよね。ちょっとは見直したかも。朝比奈誠の真似じゃない、君らしい生き生きとしたキャラクターが描けてるね。でもこの本って一番重要なクライマックスシーンが書かれてないよな。刀を使うなら盾だろ。おい、本気で言ってんのか。舞台上に二人しかいねえのに盾って地味すぎだろ。そうですか。時代劇とか見てると男同士の真剣勝負って感じで手に汗握るじゃないですか。軽いさ、激しさ、儚さ、全てを表現できる。親友同士が刀を交えるなら緊迫感も必要だ。それには盾が一番ふさわしい。まあ確かにそれが一番わかりやすいよね。キョウチンはどう思う？俺はもっとお客さんを驚かせたいし、ワクワクさせたい。何？夢色カンパニーはミュージカル劇団だろ。こういう大事なシーンでこそ歌で思いを伝えるべきだと思う。はっ、笑えるな。チャンバラしながら歌うつもりか？剣を交えなくてもダンスやアクロバティックな動きで二人の決闘を表現できるだろう。今まで見たこともないような決闘シーンを演じればきっとお客さんも喜んでくれるんじゃないかな。クライマックスほど派手にってやつか。それは盛り上がりそうだね。盛り上がるという理由だけでダンスに？肩から外れすぎだ。客に媚びを売るのか。見に来てくれるお客さんのことを一番に考えるのは当然だろ。それは芸術作品ではない。トミー賞はどうでもいいのか。賞を取ることばかり考えていたら大事なことを見失う。俺はこのカンパニーの在り方を変えたくないだけだ。見失っているのはお前だ。そんなに芸術って言うならお前はどうして歌舞伎をやめたんだよ。何のためにカンパニーに来たんだ。決まりきった世界から抜け出して本当の自分を誰かに見てほしかったからじゃないのか。お前に何がわかる。おい、ヨリー。